はい、こんにちは、116インズです。ここまで13勝9敗と好調なクリーブランドインディアンスですが、チーム内で少々トラブルが起きているんですね。先発投手マイク・クレビンジャーとそれからザック・プリーサックが遠征中にホテルから抜け出すという MLB のプロトコル違反を犯し、チームから懲罰的な形でマイナー降格を言い渡されています。で、この件でチームメイトは相当怒っているようでして、一人の選手は彼らがこのままチームに帯同するようでは自分は出場辞退すると示唆する程度には怒っているようなんですね。なので今回はそんなクレビンジャーとプリーサックの一件について話すとともに、またこの件がチームに思わぬ恩恵を与えそうなので、こちらについても話していきたいなと思っています。ではまずそもそも事の発端は何なのかというところなんですが、先週8月7日のシカゴ遠征中にプリーサックが夜ホテルから抜け出し友人と遊んでいたようなんですね。で、現在 MLB ではコロナウイルスの影響で選手の外出などにかなり制限をかけていまして、遠征先のホテルから外出する際には許可が必要ということになっているんですが、プリーサックは無断で外出したようですね。その後プリーサックは翌朝こっそりとホテルに戻ろうとしたようですが、その際に MLB のセキュリティに発見され、そこでプリーサックがホテルから外出したことが発覚します。で、プリーサックは即座にチームから隔離となりまして、そのまま制限リスト入り、外出先からホテルに戻る際に発見されましたので、他のチームメイトとの接触はおそらくなかったと思われますが、ただマーリンズやカージナルスでチーム内の集団感染がいろいろと報道される中でのこのプリーサックの行動には批判の声がやはり寄せられましたね。ただこれだけであればプリーサック一人がルール違反を犯したで終わった話なんですが、この話には続きがありまして、実はマイク・クレビンジャーもプリーサックと同じ日にホテルから抜け出していたことが後で発覚するんですね。で、プリーサックはチームから隔離されていたのに対して、クレビンジャーはこの件が明るみに出るまでチームと帯同していましたので、もし外出先でウイルスをもらってきていた場合、チームメイトに感染を広めてしまった恐れもあるということで、この問題が非常に大ごとになってしまいました。今のところプリーサック、そしてクレビンジャーについて陽性反応は出ていないようなので、まあそれは不幸中の幸いだったんですが、ただこの2人の身勝手な行動については、チームメイトも公の場で怒りを表すなど、チーム内のギスギスした様子が見て取れるのかなと思いますね。で、さらに火に油を注ぐようなこととして、プリーサックがインスタグラムに動画を上げたんですが、これもまた余計なことしなければいいのにと思うんですが、内容としてはメディアが自分たちを不当に悪者に仕立て上げようとしているとして、メディアを批判するような動画を上げたんですね。内容としてはまあ言いたいこともわからなくもない程度の内容のものだったんですが、ただあろうことか運転中にこの動画を撮影していまして、で、さらにシートベルトも適切に装着していないことが動画からも明らかで、逆に炎上してしまったんですね。この動画が明るみに出るまでは、まあ、プリーサックの行動も悪いけれども、仕事だけしなければいけない環境というのはストレスが溜まるよねと、まあ、多少彼らを擁護するような声もあったんですが、まあ、この動画で完全にそういった声は消えましたね。まあ、本人もメディアに対して思うことがあったんでしょうが、さすがにもうちょっとやり方はあっただろうと正直に思ってしまいますね。こういったことなどもありまして、当事者の2人はチームメイト全員に対して謝罪を行ったようなんですが、まあ、もちろん彼らの謝罪を受け入れる選手もいたものの、やはり彼らの行動に怒りを隠せない選手というのもいたようですね。まあ、当然ですよね、チームをリスクにさらしたわけですし、またインディアンスには昨年白血病を克服したカルロス・カラスコという、まあ、先発投手もプレーしているわけですから、昨年あれだけカラスコに対してサポートの意思を見せながら、まあ、今年こういった行動に出てしまったのはやはり残念と言わざるを得ませんし、まあ、チームメイトの怒りというのも当然なのかなと思いますね。で、チームメイトの一人、ベテランのリリーフサワーにオリバー・ペレスという選手がいるんですけれども、ペレスは彼らがチームにこのまま帯同する場合は自分は今季出場を辞退するとかなり怒りをあらわにしていたようですし、そういったところもチームとしては重く見て、クレビンジャー、そしてプリーサックのマイナー降格を決めたのかなと思いますね。ただいくら懲罰的な判断とはいえ、先発ローテーションの2人を失ってしまうのはチームとしても相当な痛手ですよね。現在インディアンスの先発ローテーションの防御率は 2.43 と、まあ、これは MLB トップの数字なんですが、インディアンスの原動力ともなっているわけですよね。で、その中でもプリーサックは防御率 1.29、 そしてクレビンジャーも防御率 3.24 と高騰していた中でのこういった出来事でしたので、首脳陣としてもなんてことをしてくれたんだと思っているかもしれませんね。まあ、今のところこの2人が離脱して何かあったということはないんですが、ただ彼らのマイナー生活が長期化すれば、今後プレイオフ進出も狙える位置にいるインディアンスにとってはやはり痛手となってしまう可能性があるのかなと思いますね。
そんなところでチームに悪影響ばかりを与えている今回の2人の行動なんですが、実はサービスタイムの面ではもしかしたら思わぬ恩恵をチームに与える可能性があるんですね。今シーズンの開幕の時点でクレビンジャーのサービスタイムは3年と141日、そしてプリサックのサービスタイムは昨年デビューしましたので現在125日となっているんですが、彼らのマイナー降格の期間が20日程度に及んだ場合、今季のサービスタイムの算出方法ですとクレビンジャーはギリギリ4年のサービスタイムに1日満たないということになりますので、20日間マイナーにいた場合は FA が1年遅れることとなります。そしてプリサックについても今シーズンのサービスタイムが例年の130日相当にならない場合はスーパー2の対象となることができません。通常選手は3年目以降年俸調停の資格を得ることができるんですが、このスーパー2の対象となった選手は2年目から年俸調停を受けることができますので、より多くの年俸を得ることができるんですね。ただ今回のマイナー降格の期間によってはプリサックはそのスーパー2の対象となり得ない可能性があると。この2人の実力であれば普通このタイミングでマイナーに落ちることはありえませんし、クレビンジャーの FA を遅らせることやプリサックのスーパー2を回避させることは非常に難しかったことでしょうが、ただ彼らの行動によってもしかしたらインディアンスはこういった恩恵を受ける可能性があるんですね。まあ、チームとしてこういった恩恵を果たして喜んでいるのかどうかは分かりませんが、ただこんなトラブルを起こされたにもかかわらず、まあ、一応悪いことだけではないっていう点では、まあ、インディアンスにとっては不幸中の幸いだったのかなとは思いますね。彼らをマイナーに落とすことでチームとしてこの件を非常に重く見ていると世間にアピールすることができていますし、また編成面においてもチームにプラスの影響を一応は与えているということですね。ただ本人たちにとってはたった一度の外出が、まあ、ここまでの代償を伴うとはまさか思っていなかったでしょうね。まあ、ストレスが溜まっていて軽い気持ちで外出したのかもしれませんが、そのたった一度の行動によって将来の収入、それからチームメイトからの信頼、はたまた球界全体からの信頼までも失ってしまったわけですよね。それらを全て失ってまでもするほどの外出だったのかはちょっと疑問かもしれませんね。クレビンジャーやプリーサックについては失った信頼を自分たちの行動で取り返す必要がありますし、これについてはインディアンスのテリー・フランコーナー監督も、まあ、同じことを言っていまして、失った信頼は自分たちで取り戻すしかないというふうに言っていましたので、今後の2人の行動というところにも注目して見ていきたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メールインに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。